皆さんこんにちは。さあ始まりました、集まれ動物の森ということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、ここからこっちに行くこの動線、これがこう途切れたまんまっていうか、一番初めにここ作ったのにずっと途切れたままだったので、ここをつなげていこうかなと思っております。ということで早速やっていきましょう。この辺はとりあえず、まあ、つなげて、とりあえずつながればいいかなと思ってるので、一回どかす、ここはどかさなくていいかな。この辺はどかそうか。じゃあ、ここをつなげていきましょう。で、ここが、川がちょっと変なんだよね。池にしようかな。じゃあ、とりあえず伸ばしていきます。ここの案内所横のエリア、あ、案内所がなんか可愛くなってる。カーニバルのなんとかってやつかな。案内所の横のエリアもちょっと改善していってもいいかなって思ってるので、とりあえずここはもう池にしちゃって、またその後のことはまた考えます。なのでとりあえず池にします。一回こんな感じでいいかな。ちっちゃめの池です。この辺の花一回どかして、もう花が増えすぎなんだよね。とりあえずこんな感じでいきましょうか。で、アーチタイルの道を、ここの木がちょうどあるから、ここから先を引いていきましょう。こんな感じで囲う感じでいいかな。向こうにつなげていきます。案内所から案内所の横のエリアってなんかすごく難しくて、案内所と横のエリアをどう分けていくか、それか案内所と同じ感じにしていくのかって、なんかすごい難しい。私もすごく考えてなかなか決まらなくて、ようやくまあしょうがない、つなげるかっていう感じで始めました。なんか切りが悪いから、もうしょうがないから、ここは3本にしちゃおうかな。よし、OK。じゃあこの辺は素朴な木製の柵を使ってたので、同様に素朴な木製の柵を立てていこうと思います。ここもこのまま一列ヒヤシンスを埋めていこうかな。じゃあ土の道を引いていきます。はい、こんな感じで暖色系の花壇にしました。ここはまあゴミ箱とか置いてあるから、このままでいいかな。じゃあ続きで柵を立てていきましょう。花がもうめちゃくちゃ増えまくっていて、とても困っている。ここの梨の木抜いちゃおう。ここになんか置きたいな。この2021もやめちゃおっか。もうだいぶ経ったからね、お正月からね。もう2月ですからね。シンプルに素朴な木製の柵だけっていうのも悪くないかもしれない。じゃあこんな感じで木を埋めたので、ここをちょっとだけ開けてあるんですけど、ここに少しだけ遊べるエリアというか、スプリング遊具と三輪車ですね。この辺にガーデンライト置いておこう。この辺にもガーデンライト置いておきます。ちっちゃい公園にしたいので、この辺にパブリックベンチ、これを置きましょう。三輪車ベンチの横に置こうかな。あんま見えないか。で、一応砂場とかも持ってきてみました。でっかいけど、まああってもいいんじゃないかな。あと象の滑り台を置きましょう。これはあったら可愛いね。三輪車がちょっと見えなさすぎる。ここの木をどかしますか。これで見えるようになったね。スプリング遊具この辺に置いたら変かな。もういいか、こんな感じで。あと一応ここに手洗い場的なやつを置きましょう。
ウォータービューね。うん、かわいいプチ公園ができました。なんかとても憩いのエリア的な感じでいい感じになった気がする。この辺に1本街灯を置いておきましょう。新入りくんが、新入りくん喋りかけよう。セルバンテス、男の子でした。セルバンテスくん、こんな感じでどうかな。公園もできたしいいんじゃないかな。はい、それでは出来上がったエリアをどうぞご覧ください。ということで、案内所前広場と案内所の横の道をつなげて小さな公園を作りました。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.